バスビー・バークレーはアメリカ合衆国のコレオグラファー、映画監督である。1895年11月29日、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。1900年演劇一家の家族の劇団で5歳で初舞台を踏む。第一次世界大戦では野戦砲隊の中尉として従軍した。1920年代にはブロードウェイで 舞踊監督として20本以上の舞台で活躍し、1925年には、ホルカポルカのコレオグラファーとしてクレジットされている。ロイド・ベーコン監督作、フットライト・パレード1930年、映画界に進出、サミュエル・ゴールド・ウィン・スタジオで制作された、ソーントン・フリーランド監督のミュージカルコメディ映画、フーピーの舞踊演出をする。 1933年には、ジョージ・エイミーとの共同監督作、シー・ハド、yes ・テュ・セイ・イエスで映画監督としてデビューした。1936年から3年連続でアカデミー賞のダンス監督賞を受賞している。1954年のマービン・ルロイ監督のローズマリーを振り付け演出した以降は、ブロードウェイに戻り、元々の舞台の演出に腕を振るった。映画界での最後の仕事は、 1962年、チャールズ・ウォルターズ監督のジャンボで会った。1976年3月14日、カリフォルニア州パームスプリングスで死去した。満80歳没。ありがとうございます。